皆さんこんにちは、のぺんです。ジュラシックワールドエボリューションやっていきますよ。いしょ、さあ第3の島クリアしました。ということでね、次は第4の島行ってみようと思います。まあ、難しいってね歌ってるからちょっと大丈夫かなと心配なんですけども、まあ大丈夫でしょう。はい、イスラペナ島やっていきます。イスラペナ島はラスシンコムエステス諸島最初の島で、施設計画を進めるのが最も困難な場所である。限られた空間であるため、特定の生き物にとっては他の島よりも適応しやすい環境である。ここでのオペレーションは夜間に行われ、頻繁に嵐に襲われるのが難点だ。なるほど、よし、やってくぜ。はい、行きます。はい、発電所は通路に接続しなければ稼働しないので通路を追加しておこう。ははは、今更だよそんなこと。さあどんな島なんでしょうね。小さいとは言ってた。そして嵐も多いって言ってたね。この島は何かがおかしい。俺の勘は結構当たるんだ。特に恐竜たちのことになるとな。この島で起こることは大体が秘密にされなければならないが、今回はそれとはまた違う感じがするな。窮屈で孤立しているこの場所、まるで誰かが大惨事を起こすための準備をしているかのようだ。気をつけて進むんだぞ。言うじゃないかマルコム。私が誰かにはめられるわけが、そんなわけがない。うん、よし。さあとりあえずここがイスラペナ島だね。どう見ても観光地らしくは見えませんね。大変な仕事になりそうです。建設スペースは限られ、必要電力も多いですからね。まずは大きな恐竜に投資することをお勧めしますが、大きな恐竜は管理も大変です。大自然をこのように閉じ込めようとするなどもってのほかだ。自然は適応するものだ。弱点を探し見つけるとそこを攻める。たまにではなく間違いなくそうなる。この島はハモンドの恐竜パラダイスからは程遠い。もし何かが起きるとしたら、程遠いこの場所が適切ではあるがね。確かに狭い。そして暗い。夜だからな。じゃあマップを見てみると、ふーむ。確かにここは恐竜、大きい恐竜を育てようにもな、フェンスを広げにくいから難しいな、ここは。よし、じゃあまずはミッションで、ミッション契約だね。で各部門の評価を上げつつ開発を行っていこう。たった今オファーが届い、じゃあまずはここを草食動物にしようかな。いや、こっちのがいいかな。いや、ここにしよう。よし、じゃあファイアンゴサルス作っていきます。はい、成功率も、はいはい、これで成功率大幅にアップで、ファイアンゴサウルス、ファイアンゴ、はい。で確か免疫機能のファイアンゴサルスだね。免疫免疫、こっちかな。あった、これか。よし、じゃあ作っていきましょう。はーい、じゃあもう一機ピキ作ろう。はい、そして調査センターで新しい恐竜を入れたいな。カマラサウルスとかね。でパキケファロファサウルス。あ、他の化石の発掘地もアンロックされてる。ポラカンツス、ほうほうほう。ふーむ、じゃあポラカンツスと、カマラサウルスかな。ほいほい。はい、研究所が完成しました。
さあ見てみましょう。あ、かなりアンロックされてんな。施設のアップグレードもあるね。ふむふむ。まずはこの治療系のやつたくさん取っていこうか。よし、頼んだ。そしてクリエーションラボ、はい、ファンキンゴサウルス放ちます。はい、はい、イスラペナ島第1頭目の恐竜です。はい、いらっしゃい。おい、はい、契約完了。素晴らしい働きをしてくれたわね。注目してるわよ。さあどんどん契約しよう。チャンスが巡ってきたわ。あ、調査センターを使って小型または中型恐竜の化石を発掘。この機会を逃さないように。俺はあんたのためにできることを。アンキロサウルスのゲノムを 90% 取得。あんたはセキュリティ部門のためにできることをやってる。結構長いな。さあチュンキンゴサウルスはどうかな。まあ悪くはない。さあじゃあファンキンゴサウルスもう一匹放ちます。まさにこれが必要だったの。よくやったわね。よし、ガンガン上げてこう。おい、じゃあ次は何を入れましょうかね。あ、ノドサウルス、まあまだだったね。よし、じゃあ孵化させましょう。とりあえずゲノム編集で長生きさせるようにしようか。はい、あー早速やってた。ナイス。はい、孵化。そしてまあもう一匹ぐらい作るか。はい、そして飼育エリア。あ、フェンス、新しいフェンス作れるようになった。コンクリートの壁。おお、はい、研究完了。そうだな、じゃあゲノム編集で長生きさせれるような遺伝子を組もう。ほいほい。はい、じゃあノドサウルス放ちます。初めてだね。もっと明るいところで話したかったな。はい、これがノドサウルスですね。ノドサウルスを作ったんですね。アンキロサウルスよりはトゲトゲしてないか。名前はトゲトゲという意味でかなり頑丈な恐竜だったようですよ。あー、ちょっと答え数がいらないか。誰だってダフガイですよね。なるほど。ちょっと増やしにくいな。でもう一匹、じゃあノドサウルス放ちましょうか。ブーム。はい、ノドサウルスいらっしゃい。こいつは別の檻を移した方が良さそうだな。そうですな、そうですな。あとできればホテルも作りたい。ほいほいほい、こうかな。もうちょっといい感じで作れないかな。道路が難しい。こうとかできる。よし、オッケー、ここなら。よし、行こう、置きます。はい、そして道路を、はい、置いていきます。
よし、じゃあ AC センターもここに置こう。どの辺がいいかな。あんまり邪魔にならないところがいい。ここかな。よし、行こう。よし、そしてできればここにお土産屋さんを作りたいな。ギフトショップ、作れないか。はい、ボイスメッセージ。ここさあ、サイエンスのミッションがアンロックされました。一つはパークのために多様かつ活気ある恐竜のセレクションを保つことよ。この件についてはあなたの力が必要よ。つまりこれはオファーとみなしてくれて構わないわ。よし、じゃあ 85% のゲノムを持つ次の恐竜を孵化して放て。メトリアカントサウルスとデイノニクス、この2つは肉食恐竜だね。そしてカスモサウルス2匹とガリミムス4匹、了解しました。じゃあ今カマラサウルスをガンガン発掘してるのでちょっと急ぎましょう。私たちの標本は草食性と肉食性に分けることができる。草食恐竜はおとなしくて受け身な傾向がある。肉食恐竜はそうじゃない。今回の目標はこの2つを隔離して別々の囲いに入れることよ。なるほど。第一段階は新しい恐竜を孵化させて選別することね。見分け方は簡単さ。役立つヒントはこれさ。指を出してみて食いちぎられそうになったら非草食だ。なるほど、言うね。よし、仕事の内容をざっと確認してみて。はい、じゃあ締結しよう。君も見た方がいい。もうほっとくとこいつら妨害工作するからな。嫌な奴らだよな。さあ、カマラサウルスはどんなもんかな。 37% か。まだ孵化すらできない。で、今孵化できるのはミッション対象のやつでないな。とりあえずガンガン発掘頑張るしかないか。はい、じゃあ肉食恐竜用のラボを作りましょうか。ほいほい。結構邪魔なとこにあるな、電柱が。ちょっと退避させよう。はい、しまった、違う。こう、そしてこう裏を通っていくんですよ。よし、そしてここ、はいはい、メトリアカウントサルトの ゲノムゲッツ。さあ、調査はバンバン進めていかないといけない。まだまだまだメトリアカウントサウルスとあとガリミムスの DNA のゲノム解析が足りない。さあ、ガンガン化石もやりますよ。はいはい、よし。そしてじゃあ孵化させましょう、カマラサウルス。86% だからね、ミッション達成条件には満たしてる。よし、じゃあまずヌル、生存期間はもう思いっきり長生きさせる。よし、はい、どうだ。だけど 16% だもんな、成功率。どれかはケチった方がいいか。
いや、行ってみよう、カマラサウルス。76% か。よし、かけよう。はい、負荷頼んだぞ。さあ、じゃあ肉食恐竜用のラボ作りましょう。結局作ってなかったか。どのぐらいのフェンスがいいかな。難しいな。ほいほいほい、こうしてこうして、こうしてこうしてこうしてこう。うわー、結構無理やりだな。ほい、どうかな。で、ここにラボを作る。よし、やってみましょうか。こっちか。はい、そして、あ、なんだ、化石、よし、はいはい。よし、じゃあこのハモンドクリエーションラボの負荷成功率を、はい、上げまして、で、ここに、あと、もう、ここだな、これだな。はい。そして、ここに、ディノニクスを放ちましょう。あー、値段が高すぎる、ダメか。しばし待とう。はい、恐竜搬出準備完了。はい、カマラサウルスが生まれます。私たちの仕事、というより目的は、彼女たちが生き生きと暮らせる環境を提供することよ。あなたが設定した生息域は狭すぎるわ。だってしょうがないじゃん、狭いんだもん、ここの島。はい、カマラサウルス解放。はい、化石も到着したね。はい、化石、もう1チームが到着したか。おお、これがカマラサウルス。暗くて見えない。けど、ブラキオサウルスや、ディプロニクスどもの同じ種族なのかな。首流竜、いいね、かっこいい。あー、仲間が少ない。そして森林も少ない、まずいぞ。もう一匹急いで作らないと。カマラサウルス、もう一回いけるかな。値段が高すぎる、まずい。いかに多様であったかを象徴しているわ。他の竜脚類とほぼ同じだけど、頭部は大きくなっているの。うむ、森林が少ないって言ってる。やばい、森林めっちゃ増やそう。はい、どうぞどうぞ。どうよ、どうどう。すまん、仲間もう少し待ってくれ。それか眠らせるしかないかもしれない。ゲノム編集で少し長生きはちょっとできないかもしれないけど、成功率上げるか。よし、これでも十分だな。まだ値段が高すぎるか。はい、ゲノム編集全くしない状態なら負荷できるね。よし、もうちょっと待ってて、カマラサウルス。で、あんまり個体数を増やすと、このノドサウルスの不満がまずい。ちょっと移すか。どんぐらいがいいかな。それか、こうしましょうか。
で、これやってで、ちょっと答え数を調整するっていうのもありかもしれない。はい、じゃあちょっとごめんね、こんなことはしたくないんだが、恐竜が邪魔だ、あっち行け、恐竜たちに近すぎる、あー恐竜たちあっちにいてくれ。はい、こうだ、ごめんよ。これでどうだ、個体数は減った。カマラサウルスはどうだろうか、居心地はいいだろうか。そしてノドサウルスは住み心地どう、あ、悪くはなさそうだな。ででもファヤンゴサウルスがちょっと不満そう。はい、じゃあ木を増やしますよ。はい、どうぞ。これでどうだ、まだ少ねえか、すまねえ。で次草原が少ないって言われてる。コートがどう、そしてはい、あ、やばい、カマラサウルスが暴れようとしてる。先手を打つ、確認しました、はい、了解。ごめんね、ほんとごめん。そしてファヤンゴサウルスは機嫌はどう、まだ機嫌悪いか。うん、難しいやつらだ。こうはどう、そしてここのエリアをもっと広げればいい。もうこの縁のように、はい、どうよ、これならどうかな。よし、そして壊す、はい、ゲート壊します。もうちょっと待っててくれ、仲間はできるから。まだかかるな。よし、カマラサウルス生まれました。はい、嵐接近中、トラブルが多い。こんな時に限ってトラブルが。およ、ちょっとゆっくり見たいけど、とりあえずヒナをさせよう。はい、シェルター開く。どういう風に作ろうかな。フェンスは壊れた、嘘、あ、嵐でか、なるほど、レンジャー、フェンス壊れたって。うわー、なんかめっちゃ壊れてる。てか竜巻が来てんじゃん、やめて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 、わわわわわわわ、これはやばい。レンジャーチーム増やして、うわー、こっち来い、やばい、これは避難させんとダメんだわ。じゃあスケジュール、はい、おいよ、さあ急げ急げ、
わ、すげえな。嵐じゃねえじゃん、竜巻じゃん、恐ろしい。恐竜の脅威、嘘、どうぞどこだ。あー、カバノサウルスか。待て、いや、不満なのはわかる、それはめちゃめちゃわかるんだけど、やめて。病気に感染、次から次へと。なんだ、エレンジャー。わあ、ダニか。研究してないものを。くそー、急げー、これはまずいぞ。よりもよって研究してないやつが完成しようった。くぅ。さあ、新しい檻作ったぞ。で、ACU センターで、カマラサウルスを放つ。アセットの収容に向かっています。で、ここ、破壊しよう。早めに対応お願いします。はい、ダニの研究 OK。レンジャー。決定。はい、ダニを直しなさい。まあとりあえずちょっと様子を見よう。心地よさゼロだな、まずい。ただ森林をたくさん増やそう。どうよ、君たちの大好きな森林だよ。もう次は草原が少ないっていうしさ。で、お腹減ってんのか。はい、じゃあここにフィーダーを作りたいんだけど金がない。もうちょっと待ちなさい。どうして森林が少ないっていうんだ君らは。こっちの子も森林が少ないって言ってんな。もう森林で植え尽くしたろ。はいはい、どうよ。もう見えないね。で、草原が少ないって言うしさ。しまった、俺カスモサウルス2匹必要だと思ってたらカマラサウルスだ。間違えたー。フィーダーの補充が必要です。私はとんでもない勘違いをしていた。くっそ、やばい、壊してる。森林多いよ、こんなに森林あるんだよ。しかも俺折り間違えたしさ。まずいな、落ち着いてくれ早く。こいつはどう？こいつも心地よさゼロか。ふむ、わがままなやつだね。さあどうだ？やばい、見えないな。はい、これでもう文句はあるまい、マジで。さあちょっと起こしましょう彼らを。はい、新しい完成したゲノム、トリケラトプス 100% ね、オッケー。アセット回収要請受信。あー、ろれつも回んなくなってきた。アセット回収要請、あまりに想定外の事態です。よし、で、ここに飼育スペースを、そうです、観察ギャラリーだ、置きます。おい、そして変電所も置いて、おい、で、電力なし、もう構うことはねえ。はい、どうだカマラサウルス、もうご機嫌。まだ森林少ない、どんだけ森林欲しいんだ。
もうこれが限界だよ私。でそしたら森林少ないっていうしさ、ほんと困った人。通路が接続されてない。もうなんだったらこう行こうか。じゃあノドサウルスをちょっと移そう。ノドちゃん、ノドちゃん、タスクの追加中。はい、タスクの確認。やべえ、壊れてんな、コンクリートの壁が。レンジャーチーム修理要請。はい、すぐ直す。そしてはい、フェンス、フェンス、フェンス。はい、フェンスが壊れました。まずい、もうこれ以上広げられんぞ俺も。さあ、じゃあノドサウルスをこっちに持っていく。うん、こうして行こうか。こうするしかあるまい、もはや。そしてこれを壊す。でここを壊して、でここも壊すか。そしてこれも壊すしかない。そして檻を大幅に変えよう。これならどうよ。こうしようか。うん、さっきとはあんま変わってねえっていうあれもあるけど。どうかな。どうだどうだ、だいぶ良くなっただろう。まだ森林がちょっと少ないけど、もうちょっと森林増やす。どう、どうだどうだ。あー、隠れちゃった。じゃあこっちの寝てるカマラサウルスも起こそう。アセットの収容に向かっています。はい、見えねえ、見えねえ。さすがにこれオッケーだろう。クソ、カマラサウルス難しすぎる。どう、お前らの大好きな森林があるぞ。どう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 。あー、森林が下がっちゃった。なんなんだこいつら。もうっていうとしても草原がダメっていうじゃん。なんなん君らも。なんだろうな。やべ、クソ、カマラサウルスもうもうもう嫌い、もう売り飛ばすこいつは。タスクを受信、要請を受信しました。この島ではこの子たち帰れません。おー、金超もったいねえ。どうすんだよこのスペース。はい、じゃあカマラサウルス、君を今からドナドナします。まあな、僕の育て方が悪かったんだよな。いや、ほんと申し訳ない。また会ったら君は必ず立派に育ててみせるから。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ドペンでした。さよならー。